では、じゃあ最初は介護ですね。介護の、用語を勉強していきましょう。今、これ今画像見れてますか？聞こえない。あれ、聞こえない？あ、ごめんなさい。今、僕の画像見えてますか？はい。はい。見えました。はい、ありがとうございます。今日はね、3ページ目ですね。3ページ目。この前お渡しした介護の用語の3ページ目の中で、勉強をしていきたいと思います。で、まずは最初は、この中の言葉を使って、文を作ってください。で、最初は、まあ、1個でいいです。1個。とりあえず 1回目はじゃあ1個、この中の1個、もしくは1個以上使ってもいいですけど、ミニマムで1個、最低でも1個使って文を作ってください。じゃあ最初、僕の画面の順番からじゃあ、メイさんが一番上なので、メイさんからまず1個文を作ってください。はい、先生。介護職は利用者が車椅子を使う前に必ずタイヤとかブレーキとかチェックしないといけません。うん、いいですね。あれ、車椅子ってこう書いてありました？書いてないか。他のところから。あ、多分他のところの先生。あ、いいですね。この中タイヤを使ったんですね。はい、先生。はい、ありがとうございます。いいですね。いい文でした。じゃあ次は、リッキーさん。この中から一つ単語を使って文を作ってください。はい、はい、先生。服薬、服薬は、例えば利用者は具合がひどいでだったら服薬が服薬をします。で診察には介護者必要な診察あります。はい、はい、いいですね。服薬、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ次、アビゲルさん、なんか1個使って文を作ってください。はい、はい、はい、まずシャツを一人側で外して、それでは右側で、シャツを外します。はい、はい、ありがとうございます。どうしようかな。服の場合は、外すよりも、脱がすの方がいいかな。脱がす。はい、なので、服を左側を脱がします。で、その後に右側を脱がします。うん。なんで、脱ぐの方がいいですね。服なので、脱ぐ。はい、ありがとうございます。じゃあ次は2個以上ですね。2個以上、この中から2個以上
使って、文を、一つの文を作ってください。じゃあもう一回、メイさんから。はい、先生。介護職は日勤ちょっと待ってください。はい。介護職は体験の前に担当者に大事な利用者のことの大事なものを体験の前に担当者に利用者の大切なことを必ず報告します。うん、いいですね。はい。まあできれば担当者、例えばメイさんが体験をするので。多分次の新しい担当者、今まではメイさんが担当者だったんですけど、メイさんが退勤をするので次の担当者になると思うので、多分次の担当者の方に、はい先生、はい、って入れた方がいいですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ次、リキさん、単語を2つ使って一つの文を作ってください。はい先生、例えば、施設は、利用者はいっぱいいます。で、担当者と、担当者は、いつもレディします。例えば、あと同僚、私の同僚は欠席だったら、担当者は連絡してあります。報告同僚には報告、一日中レポートを言って行って、姿勢ます。はい。リキさん、じゃあもう一回まとめ、もう一回整理をして、もう一回はい、先生、最初は、担当者、私は、例えば私は出席できない、担当者はいつもレディします。で、私は連絡、
あの連絡してで、あの報告、一日中の報告はあの私は知らせます。私の同僚です。リッキーさんが欠席？リッキーさんが欠席をする？はい、先生、あの、はい。仕事ないです、先生。ライター、例えば、アブセン？それました。アブセン、アブセントじゃなくて？風邪って風邪で？はい、先生、そうです。例えば、リッキーさんが風邪をひいた場合、風邪、はい。リッキーさんが風邪をひいた場合、欠席の連絡を担当者。はい、先生。担当者は、あの、スタンバイです、先生。スタンバイ？例えば、リッキーさんとアビゲールさん。はい、先生。今日仕事です。今日デイシフトで、シフトです。で、リキさんが風邪をひいて休みます。はい、先生。で、それをアビゲールさんに？担当者です。担当者になります。アビゲールさんが担当者になる。はい、先生。同僚。同僚先生。はい、アビゲルさんが同僚ですね。アビゲルさんが同僚だとして。はい。で、担当者になる。違う先生。あ、わかんない。今日は、じゃあ、リッキーさんが風邪をひいたので仕事休みます。それで、はい、先生。アビゲルさんに。欠勤の連絡をします。私はあのアベゲさんにあの知らあの全部のとレポート、はい、1日中の利用者のレポートをあのアベゲさんに知らせません。そのレポートはその1日やる仕事、リッキーさんが やる仕事を、はい、先生。あ、それを、アベゲさんに、まあ、同僚の方に知らせる。はい、はい、先生。それはわかりました。どうしようかな。なので、まあ、例えばですよ。例えば、今日の夜勤、どうしようかな。私は今日夜勤の予定だったのですが、風邪をひいてしまったので、はい。同僚の担当者に、欠勤の連絡を、今日の仕事と一緒に伝えますみたいな。はあ、はい、先生、それはです。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、リッキーさん、ちょっとそれを言ってください。もう一度先生。はい。はい。今日は夜勤の仕事がありましたが、風邪をひいてしまったので、同僚の担当者に欠勤の連絡と、今日の仕事を伝えます。はい、先生、いいですか。はい。どうぞ。あ、はい、先生、ありがとうございます。あと、私は、風邪が、ひいたら、安倍家さんに、安倍家さんの担当者、担当者に連絡、すぐの連絡しまして、報告、一日中報告は、知らせます。はい。まあ、一日の、
一日の仕事を報告します。はい、先生の、利用者の同格、全部同格で、食事の利用者、あと、気分が悪い。はい。で、ひどい。で、全部レポートは、アビギさんに、開きます。報告します。報告します。報告します。はい。はい、先生。はい、OK ですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ次、アビギさん。この中から単語2つを使って1つの文を作ってください。リキさんの例文で私も同じ。ごめんなさい。利用者は入ったときはまっすぐ世話して掃除して担当者に報告します。いいですね。はい、はい、いいですね。担当者に報告します。はい、ありがとうございます。いいですね、アビゲイツさん。スラスラ言えました。じゃあね、次は3個にしましょうか。3個で、できれば今使ったのではないもの、今使ったのとまた別のものを使ってください。今例えば担当者、報告、あとは利用者は使っていいんで、この2つかな。担当者と報告以外、はい、はい、先生。じゃあもう一回、メイさんから3個。夜勤の仕事に利用者を、利用者の待遇を3時間に1回左側か右側を買いに行きます。いいんじゃないですか。右側か左側にですね。右側か左側に買いに行きます。買いに行きます。はい、いや、いいんじゃないですか。タイいいですか、先生。はい、結構利用者の方、例えば自分でこうやって動けない方とかで結構やっぱいて、で、特にそう寝るときですね、夜とか。はい、先生、夜勤のお仕事。はい。だから体が結局同じポーズだと、やっぱり体の血の流れがあんまよくないので、はい、はい。体を変えるっていうのは大事だと思います。はい。うん、いいですね。はい、先生、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ次、リキさん。3個使って。はい、先生、参考。例えば、利用者は、気分が悪かったら、病気へ行く用事があって、医者は、診察して、で、服薬の後、
国訳の後は、あの、介護者は、あと、介護者は、あの、見守り、あの、あざまります。はい。最後なんですか？あと、はい、先生、あの、服薬の後は、あの、介護者には、あの、見守りします。うん、まあそうですね。まあ、介護者を、見守りますでいいかな。介護者を。はい、見守ります。はい、先生。見守ります。はい、いいですね。ずっと、あの、いいね、はい、ありがとうございます。4つ使いましたね。ごめんなさい。はい、先生。あの、3つ以上だったら全然いいんです。はい、はい、ありがとうございます。で、次、アビゲイルさん。この中から単語3つ使って1つの文を作ってください。あの、夜勤と夜中、特に利用者を見守りしなければいけません。はい、以上です。まあまあそうだね。アビゲルさん、なんかあれだね、スラスラ、スラスラできちゃう。私の部の、あの、アビゲルさんにお返ししてもいいですか？私とフレキさんの分はアベゲルさんに、はい、やりたいです。はい、いいですね、はい、じゃあね、次はじゃあこの中の文を使う、ごめんなさい、単語、この中の単語を使って質問をしてください。はい、はい、じゃあ次アビゲルさん最初いきましょうか。アビゲルさん、この中から単語、まあ、一つ以上使って質問を、じゃあリッキーさんにしてください。はい、リッキーさん、リッキーさんは、はい、薬を服薬知っていますか？はい、最近のランチの後で服薬飲んでいます。はい、いいですね。はい、はい、ちなみに、リッキーさん、何の薬服薬してるんですか？はい、何の薬何ですか？ブレイン薬ブレインです。私は忘れっぽいだから、あの薬のあブレイン、あの外です。ビタミンですか？はい、バイタミンです。どこだっけ？キッチンです。はい、あ、そうですか。はい、まあでもね、あのビタミンとかの場合は、まあ、薬ではなくて、まあ、サプリメントかな。サプリメント、はい、はい、うん、なので多分それは薬とは言わないのかな、多分バイタミンとかの場合は。うん、薬じゃあれですよね。うん、多分薬じゃないですね。薬は多分バイオジェティックとか、あとはなんかもしその糖尿病とかの場合はなんかお腹になんか注射とか、まあ、そういうの多分薬。はい、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあリッキーさん、メイさんになんか質問、単語一つ使って質問してください。はい、
体験、あ、みーさん、あの、箱か、あの、オットで、同じ、あの、ゲスト、あ、ゲスト、みーさんの。で、あ、利用者は、あの、オットが出かけます。出かけたら、あの、どうすればいいですか？どちら？あの、何をしますか？例えば、あの、利用者は、あの、オット、あの、入ったら、入ったら。あ、はい。あの、利用者が入ったら、うん、あの、最初は利用者の状況を見て大丈夫だったら、あの、利用者の部屋に、あの、一緒に、あの、行って、あと、あの、その、入った分は、あの、私、あの、手袋を履いて、あ、エプロンと、あの、マスクをかけて、あの、消毒液で、あの、掃除します。はい。ありがとうございます。リッキーさん、多分、オートだね、オート。オート。オート。はい。オートはい、さっき、オットって言ってたんで、オート、オート。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 はい。まあ、オートだとちょっと難しいんで、まあ、ハクの方が簡単かな。ハグロが簡単です。うん、だから、ハク。うん、多分ハクの方が簡単なんで、ハクで大丈夫です。で、はい、さっきメイさんが手袋を履くって言ってたんですけど、手袋はね、なんていうのかな、はめるとか。あ、はめる。はい、入ると思います。はい、手袋はめるとか、手袋をつける。手袋をはめるとかつける。はい、先生、わかりました。はい、このね、手袋を履くっていうのは、ね、これね、今、Google で調べたら、北海道の人は、手袋を履くっていうみたいです。あー、北海道。はい、方言って皆さんわかります？方言、ところの言い方、先生？そうです、はい。例えば日本でも、東京とか大阪とか、みんな、関西弁とか、はい、そう、関西弁、はい、うん。そう、それなんですけど、北海道弁は、手袋をパクっていうみたいです。そうですか、先生。うん、僕もそれ今知りました。僕も知らなかったです。はい、なんか多分手袋をつけるとか手袋をはめる。はめる。はい、って言われました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ次、メイさん。アビゲイさんに何か一つ単語を使って質問をしてください。はい。アビゲイルさん、利用者の家族は老人ホームに面会をしたら、利用者を見守りますか？もう家族と利用者の話したら、介護者は利用者を見守りますか？はい、見守りします。しますと思います。はい。なんでですか？はい、いぼし？利用者と、家族は、プライバシー。見守りませんとか、どっちでもいいですけど。はい、先生。
はい。はい、ありがとうございます。どうなんだろうね。もうちょっと僕わかんないですけど、そういう場合は、どっちが正解なんですかね。見守りしない方がいいのかな。あの、本で先生、あの、見守りません。あの、プライバシーのために。でも、もし、あの、利用者は、看護者を、が欲しい、欲しかったら、はい、あの、見守りますと思います。そうなの、すごいね。アビゲさん、もし何か、もし何かあったら、多分家族はすぐ連絡しますから、多分それは安心ですね。そうです。ナースコールが、はい、ナースコールがあるからね、部屋に。何かあれば、ナースコールをしてもらえる。はい、ありがとうございます。いいですね。いい質問、いいアンサー。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、もうラストいきましょう。じゃあ、ラスト、この中からじゃあね、2つ、この中から単語2つを使って質問をしてください。はい。ちょっと、シンキングタイムで、ちょっと考えてください。1分間。1分間ちょっと考えてください。はい。大丈夫ですか？はい。じゃあ、アビゲイルさん最初いきますか？じゃあ、アビゲイルさんから、じゃあね、メイさんに質問を、単語2つ使って質問してください。はい。メイさん。はい。病院で診察ために面会の最後はいつですか？病院でですか？夜の診察のためにですか？はい。あの利用者の診察？面会の最後はいつですか？最後はいつ？多分あの医師の指示あの指示はい、お医者の指示でいつの最後に行きますか？医者が言います。これはあれかな、メイさん、あ、メイさんじゃごめんなさい、アビゲルさん、いつっていうのは時間を聞いてますか、それとも、日にちを聞いていますか？いつですか、時間かな、時間じゃない、時間、わかります。どういう意味ですかね、診察の最後っていうのは何を聞いていますか？面会の最後はいつですか？面会の最後っていうのは面会の最後、面会はビジット？面会はそうですね、はい、ビジットか、はい、そうですね、はい。あ、もう、あの、入院してますか？利用者は病院で。はい、はい。時間じゃないですか？時間を聞いてるわけじゃない？
時間だったら先生多分病院で夜の8時8時ぐらいかな、うん、最後の面会。はい、あれアビゲルさんは 何を聞いていますか？最後時間ではない。When was the last date or time? ビジットの最後、ビジットの最後、面会の最後、ん？面会の最後ってどういう意味ですか？面会の最後。Last visit to hospital for consultation. For? Who? Consultation. Last visit. For who? For who?ああ、多分利用者の最後の病院で利用者の最後の診察。はい。うん？どういう意味でしょう？When was the last time you visit to the hospital? For your for hi hi okay for your consultation. Ah, Mei さんがってこと？ Mei さんが。ああ。Ryo さんのことと思います。Yeah, Ryo さんは。ね、なんていうのかな、最後に、なんていうのかな、最後に病院にいつに診察に行きましたか？かな、そうですね。最後に診察いつ行きましたか？いつかな、私。まだ日本にいたときに私、風邪がひいたので、それ、2019年ぐらいかな、病院に診察に行きました。はい、ありがとうございます。一応ね、ごめんなさい、この面会、僕、ビジットって書いてるんですけど、この面会っていうのは、例えば、誰だろうな、例えば僕の知り合いとか僕の家族とかが病院に入院している時、入院している人に対して会いに行くことを面会って言います。めまいするってことですか先生？いや、例えばもし僕が病気で病院に行くことは、これは面会とは言わないんですね。これは面会とは言わないんです。例えば、僕のお母さん、僕の友達が病院に入院、アドミットしてます。で、僕がそれを、なんていうの、病院、入院している僕の友達のところに尋ねることを、面会って言います。はい。あと、もう一個、あとは例えば、なんだろうな、例えば、刑務所、ジェールですね、ジェール。例えば、誰かがジェールにいて、誰かが刑務所にいて、でその人に会いに行くことも、これも面会って言います。はい、全然わかりました。刑務所に。はい、なので、自分ではないですね。なので、今回はメイさんが、診察に行ったので、メイさんには面会とは言わないです。はい、例えば、メイさんの家族とかメイさんの友達の面会にいつ行きましたかだったら大丈夫です。大丈夫ですか？はい、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ次、メイさんからリキさんに単語2つを使って文を質問をしてください。はい、先生。リキさん。はい。食事の時に、利用者は食べ物を入った
食べたものを覚えたらどうしますか？さっきとほとんど一緒じゃない。食べ物がいたら。あ、同じですね。買います。はい。建物の非常ベルがなったらどうしますか？非常。あと非常ベル。非常ベル。利用者は食べている。あ、多分それ別です、別。別の質問、質問を買いました。はい、これは別の、はい。建物の非常ベルがなったらどうしますか？あ、何をしますか？ああ。はい、はい、私はもうすぐ利用者のルーム、部屋、利用者の部屋はもうすぐインスペクション、日本語でインスペクション もっと簡単な言葉。そうですね、はい、はい、そっちの方が、まあ、さっきインスペクションって言いますけど、まあ、インスペクション、検査じゃない、検査、はい、まあ、検査とも言うんですけど、まあ、確認しますの方が正しいですね、うん、はい、検査、要は検査っていうと、インスペクションは例えば、なんだろうな、こういう、物が壊れていないか検査、まあ、要は救命とかなんで、あんまり人に対して検査は使わないですね。なので確認で大丈夫です。確認します。確認で、はい、先生、かしこまりました。はい、ありがとうございます。じゃあ次、最後、ザリッキーさんからアビゲイルさんに質問をしてください。ちょっと待ってください。はい。ありがとうございます。はい。利用者は気分が悪いとき、非常ベルか、ノイズコール、どちらが利用しますか？ナスコールを押します。私は、ナスは、態度を知っています。
そうですね。はい、ありがとうございます。そうですね。あの、ナースコール、例えば、利用者さんの方の気分が悪いとか、なんかあった場合は、基本的にはナースコールですね。ナースコールを押すと、あの、ナースの方たちがいる部屋、まあ、介護士さんですね。介護士の方たちとかがいる部屋につながります。まあ、非常ベルは、例えば、火事が起こりましたとか、まあ、怪しい人、不審者、変な人が入ってきましたとかの時だけですね、非常ベルは。はい。はい。いい質問です。ありがとうございます。でさっきね、ごめんなさい、検査。検査は人には使わないって言ったんですけど、例えば、持ち物検査っていうのは、例えば、空港とか、この荷物、怪しいの持ってないかっていうのを確認されるの持ち物、自分が持っているものの中を検査されることを持ち物検査って言います。はい、先生、買います。はい、あとは、尿検査。尿検査っていうと尿。尿って皆さん分かりますか？尿、入るのこと。あ、違います。尿、尿。尿。尿検査の尿。尿。尿。あ、尿、おしっこ。そうです、はい、おしっこ。うん。はい。はい。そう、おしっこ検査、要は尿検査ですね。おしっこ検査のことも検査って言いますね。はい。PCR 検査。そうです、はい、PCR 検査とか、はい。そうですね、はい。ああいうのに関しては検査っていうのを使うんですけど、例えば部屋、非常ベルが鳴ったので部屋を検査しますっていうのはちょっと違くて、部屋を確認しますですね。わかりました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ今日はここまでにしましょう。はい、ちょっとね、ごめんなさい、明日はちょっとね、僕ね、あのミーティング、ちょっとマカティでミーティングが入ってるので、ちょっと明日は会話クラスはちょっとあの中止でお願いします。はい、先生、はい、大丈夫ですか？金曜日かな、金曜日、あさって、金曜日29日、またやりましょう。はい、先生、はい、皆さん、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、はい、お疲れ様です。ありがとうございました、先生。はい、お疲れ様です。さよなら。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。はい、また、バイバイ。はい、また明後日。はい、また明後日。はい、バイ。